はい、ありがとう整体の平野です。痛みにとらわれていると見えてこないものという話を、今回ですね、ちょっと面白いお話を、体験したので、皆様にね紹介するとともに、その意識をねやっぱりどう変えるか、変えないとやはり、治癒が起こらない場合があるということです。70代後半の男性、なんですけども20年以上ですね、こう背中の痛みに困って、いろんな治療院をねこう渡り歩いてきて、で当院にもちょっと来られたんですけどもね、それで、1回目2回目、やっている時に、その人かなり正直な人なんで、私のやっている、整体が何やってるかちっとも分かんない、で私の、説明も何言ってるかちっとも分からない、で聞いているのかもよくわからないという、そんな話を、1、2回目ね、されて、それでも、近いってこともあるんだけども、3回目ね、来ていただいて、3回目に来た時に、当院2階でやっていて、狭い 急な階段が実はあるんですね。で、それを入ってきてその方が急に言われたのが、先生、この階段はここの階段は、お客さんを試すために作ってあるのかいって言われて、何のことかなって思って、どういうことですかって聞いたら、1回目初めて来た時に、本当にとってに捕まってね、もう本当にこう這いつくばるように上がってきた。でそれが、3回目の今日スタスタスタって上がれたんだよっていうふうに、言われたんですね。だからそこで、彼はですね、変わったことに気づいた。でも、言われるのが、痛みはまだ全然取れない、で、何が変わったかよくわからない、受けてる整体も何やってるかわかんない、そんな感じで3回目を終えて、そして、ちょうど昨日なんですけども4回目ですね、登ってきて言われたのが、今日は階段を一段飛ばしで上がってみた。でそしたらできたっていう話を、してくれました。でも痛みはまだ取れない、背中の痛みね、3回やった時点で、痛みは取れない。で、ここからがお伝えしたい話なんですけども、痛みだけにとら、われてしまう。例えばその方はもう20年間いろんな治療を受けて、その体も、脳からの指令も、ごちゃ混ぜな、混乱をかなりね起こしている状態でもあるし、緊張体が緊張している期間が長かったということもあるんで、そうたやすくですね、その痛み自体が、取れてはいけないというか、そんな状態にあると思います。でも動き方が変わったという点が僕は一番大事だと思うんですね。階段がね、もう這いつくばって上がってきた人が、一足飛びにこう上がってこれた。それも70代後半ね、この動きが変わったという点ね、これ一番僕は、注目をしていただきたいなって思うんですね。で動き方が変わって、癖が取れて、そして自己治癒力がこう発揮されてきて、結果、そういえば先生、最近背中の痛み気にならないんだよなっていうふうになってくれる整体を私は目指しています。ね、自己治癒的にね、僕がえいってこう魔法をかけるんではなくて、痛みを、ね、なんか止める、なんかツボを押したりだとか、電気をかけたり、するので、テーピングをしたりするのではなくて、その人の動き方が、動けるようになって、癖が取れて、そして自己治癒力が発揮できるような状態に持っていく、もうそれを考えて全てやっています。ですから、基本的にはもう全身調整ですね。ただ全身を触るわけでもないんだけども、全身のバランスを取るために、部分から攻める場合もあるし、いろんなその人体の問題も解除しなければいけないし、いろんなさまざまなテクニックも使い、理論も使い、そして中心を取っていく。でも面白いのがですね、本当に階段が、ね、スタスタ登っていける、これ痛みは取れるよりもすごいことだと僕は思うんですね。彼がどう思ってるかわからないんですけども、多分、でもそうやって言ってたのが、ロキソニンがですね、なんか我慢できたみたいなことはちらっと言ってたんですけどね、いつも常用しているロキソニンをなんかちょっとやめることができたみたいなことをちらっと言ったんで、その痛みに関しても、少しは変わっているかもしれません。とにかくですね、その痛みだけにとらわれていると変わった点に気づかない、
こういう方って本当に非常に今多くなってきて、もう体がガチガチで、もうここが気になるんです、ここが気になるんですって、それしか、言わないというか、そこにすごい意識がいっちゃってる。でも例えば足の裏がしっかり、ね、しただとか、動き歩き方が変わってたとか、その視野が広がってたとか、そういった点を実は変わってる点は絶対あるんで、そういったところを見つけてもらうと、そうすると脳もこうなんていうか治癒がこう、発揮しやすいような状態になる。でも全体が変わっているのに、そこだけまだ痛いまだ痛い、こうなるとどうしてもですね、こう意識が脳をこう狭めてしまって、この緊張が取れない、結果痛みも取れないばかりか、その緊張も取れない、そんな形になってしまう人たちがやはり見受けられるんで、そこ自体はやっぱりですね、なんていうのかな、私の整体をねこうやって、じゃあそれがすぐ変われるかっていうと、その人の意識をちょっとやっぱり変えなければいけないという形で、ちょっと小冊子みたいなのもねちょっと作ってみたんですけども、今回はね、その痛みだけにとらわれちゃうと、非常にまずいですよという、そういうお話をさせていただきました。ありがとうございます。